犬がいっぱい増えすぎてる。こんばんは、緊急ライブです。犬がどうしたらいいの？犬が邪魔だな。ちょっと待ってください。聞こえてますか？いっぱい降ってる。こんばんは。今日はホテルからお送りしてます。緊急ライブできた。こんばんは。なんで犬が降ってんの？犬今日はね、犬ふらしたい気分だったの。犬ふらしたい気分、なるほど。ありがとうございます。俺もなんかふらしたいな。なんか降るかな。あ、なんか可愛いな。あ、犬がなくなっちゃった。金魚。金魚。あ、猫になっちゃった。あ、どうでもいいです。今日はね、なんでライブしようとしてるのか伝えてもらっていいですか、福士さん。はい。今日のライブの目的はですね、いよいよ明日なんですけども、超大人気企画のお子様の宿命鑑定団が帰ってくると。はい。ね、それの告知でございます。はい。それの告知でございます。言っちゃうんだ。はい、言っちゃうんだ。あれ違ったっけ？どんな流れだったっけ？あ、めっちゃ怒ってる。ピカチュウが。今日はね、私人の才能開花がすごい得意なんだけど、これすごい盛られちゃうね。なんか、うん、才能開花が得意。はい。うん、なんですけど、で福士さんはね、宿命鑑定がすごい大人気じゃないですか。うん。うん、その人の才能開花をさせたり、宿命を見たりしてる私たちが、うん、バッバトルするっていうライブでしょ？やべ、そうだった。失礼しました。バトルしようか。はい。じゃあ、福士さん、ファシリテートお願いしますよ。ゆるすぎる、はい、今日のライブは。うん、とんでもない。眠いんだよね、はい。実はね、これね、過去に一回バーサスしたことがあって、実際に生でね、その前参加者さんに、まあ、才能開花と宿命鑑定、どっちがすごいんやっていうところを扱ってもらいながら、皆さんにジャッジをしていただいて、そんな 対決をしたことがあるんですけども、今日は急遽その第2弾ということよろしいんですか？本当急遽だよね。さっき決まったもんね。うん。うん。2分前に。2分前。さっき。電話かけてきて、福士さん、今からライブしましょう。いつ、2分後みたいな。告知がと、これよろしく、バーンみたいな感じで。本当にすごいよね。そのパワフルさ。さすがでございます。ありがとうございます。もう常に可能性を諦めない姿勢って本当にマミさんの強みだなと思って聞いてますけども、それがね、私の才能開花、うん、可能性の世界で生きるっていうのがね、うん、でもやれる、なんていうの、可能性を諦めすぎなわけですよ。みんな急になんか怒ってるけど、うん、なんで怒ってんねん。だってさ、なんかできることなんだろうと思ったら考えたら無限にあるわけじゃん。うん。あとはやるだけなわけでしょ？うん。でもなんか、ああだこうだ、いや、時間がなーとか、これがなー、うん、準備できてないしなー、告知できてないしなーとかでね。うん、諦めちゃうじゃん。うん、やってみないとわからないのに。うん。まみまみよこ。そうそうそう。そうなんですよ。で、才能開花って何かって言ったら、うん、その自分が、なんだろう、自分の常識の中の可能性の枠を超えるっていうことをすると、うん、自分の才能がより開くんだよね。うん。ひよってる、配角の私です。あ、でもいいね。い、過去だから、でも今は違うって言ってるね。うん、偉い。そうそう、自分で認めてるからめっちゃ偉いなと思って今。うん、はい。そうなんですよね。え？私のターン、まだ。うん、なんか今、まだ全然喋りが、ちょっと半端かもしんない。ただ、怒ってるエネルギーでどこに着地するのかなって今見てた。あ、そう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 。だからね、みんなさ、やろうと思ったらやれることなんか無限にあるのに、妻だからとか、なんかお母さんだからとか、忙しいからとか、子育て大変だからとか、言ってるけどね。いやいや。その枠を飛び越えてチャレンジしたら、
なんていうの、才能がより開花するわけじゃん、うん、っていうことですよね。でも、福士さんを呼び出したの理由があって、呼び出されたんだよ、今日ね、はい、私がなんで才能開花したと思うんですか、より一層聞いちゃった。まみさんが才能開花した理由っていうのはもう本当に明確に一つで、自分の宿命を知ったからなんですよ。何を持っていて、何を持っていないかを知った。ただそれだけで、知らないから人は選択ができないわけでしょ。でも知ってしまった後はやるかやらないか、もう二択の以上でしかなくって、まみさんって、まあ、去年の4月か、ね、道場入る前に宿命鑑定をさせてもらって、明確に、あ、それやるんですねって自分の中で腹落ちしたことをもう、ただやり続けた。ただそれだけなんだよね。来たー。仕組みってコメントくれてる、うん、そう、すごい今ね、打ち合わせなしでよりキラキラになっちゃった、うん、喜んでるからそういう機能なのそれ、感情によって左右するのねスヌーピーが上から降ってくるエフェクトを探してるんだけど、うん、ないんだけど、本当にそう、本当そうね。なんですごい、うん、今なんで打ち合わせなしでそれを言ってくれたの、すごい天才すぎる。天才でしょ、うん、それを言ってほしかった、うん、それもうちょっと続けて、じゃあもう少し続けると、じゃあ人が才能を開花するために何を必要かって言った時に、やっぱりじゃあ自分を知るって、これまずベースね。まずそれを知らなかったら何を輝かせていいかがわからない。でもその先にじゃあ才能を開花するためにどうしたらいいかっていう時に、これ2つポイントがあって、これ宿命によっては自分、あ、俺風船が出ちゃった、すごいね。自分のために頑張れる人と人のために頑張れる人って2種類存在するんですよ。で、これもやっぱり宿命という観点から見ることができるんだけれども、でもポイントになるのは、タミさんの場合は誰のために頑張るんだっていうことがすごい明確になって、そうするとですね、これ忙しいね、エフェクトが。はい。ててーって、はい。ね。ボタンが上手すぎ。何をとしたら飛んじゃったじゃん。才能開花って自分の持っている宿命の能力をさらに超えることができるためのフックっていうのが、やっぱり誰かを応援するとか人のためってなった時に、より自分の遺伝子レベルがね、開花するわけですよ。自分の持っている才能宿命ってやっぱりその原石なんだけども、持ってるだけでも十分力発揮できるんだけど、本当のパワフルさってそれを私持ってるんだって自覚して、それをさらに行動まで落とし込んだとき、そしてさらにそれを誰のためかって明確に、ね、意図を持って行動したときに才能パッカーンって開くわけですよ。そうするとマミさんの周りの人で見てるとすごく明確なんだけども、みんなマミちゃんのためにってときに、もう自分の限界能力パッカンパッカン開いちゃうわけなんだよね。だからやっぱりこれって相互関係が必要で、一人の力ではたどり着けない領域、やっぱり自分の大好きな人、愛する人のためにって一番人が頑張れるし、能力解放ができる。まさにマミさんが使っている才能開花の領域ってそこなんじゃないのかなと思ってるんですけど、どう思われますか？すごい。言語が本当に台本なしで、打ち合わせ何にもなしで。すごいやろ。すごい。なんでだと思いますか？そこまで天才すぎる。それはなんでですか？そのアンサーができるのはなんでですか？だってもうそんな明確やんって感じですよ。まあ、マミさん見てて、あとマミさんの周りの人たちを見てて、もう完全にそれを本当証明してくれてるなってマジ思うから。だからね、俺やっぱこの宿命もそうだし、帝王って学問を使って道場やってるんだけれども、結局自分のことってやっぱ分かりづらいんだけど、やっぱり人が変化するとこ見てると確信になるわけですよ。俺がね、帝王マジすごいなって思わせてくれたのは、学びもすごいんだけど、それを実践してくれるマミさんを見て、マジすげえなって思ったんですよね。本当に？本当本当。もうちょっと言語化ください。うん。それって何かって言った時に、さっきの話に戻るんだけども、やっぱりじゃあ宿命を知って、やっぱり何をしたらいいか明確になっていき、人はまっすぐこれだって決めたことをとことんやると、しかもそれに、あり方っていうことをしっかり掛け算していくと、こんなにも行動変容がするんだなっていうのはマジでビビった。で、マミさんはね、今、あり方があるアカデミーってことやってるんだけども、まあ、行動したら結果出るなんて、まあ、みんなが、誰しもがね、もう、皆さんが成功したかって言ってることなんだけども、分かっててもね、みんな行動できないんですよ。これも明確に、マミさんが解いてくれてるのは、行動の前に、あり方やろと。心のあり方の
状態、そこをおろそかにして行動するから、パワフルにならないから成果結果出ないんだけども、マミさんは誰よりも心、自分のあり方、状態を大事にしてるから、その上で行動をかけてれば、そら結果あっという間に出るよねってことをね、まず目の当たりにした。本当そうだよね。やっぱ、どこからやるかって超大事だよね。そうなんですよね。で、本当普通の宿命鑑定って、宿命を読んでくれるだけじゃなくて、本当にコンサルっていうか、コーチングっていうか、もうなんか新しい領域っていうか、本当にその人がどうなりたいのか、どう理想の未来を描きたいのかっていうのをちゃんとヒアリングした上で、なんかこういう宿命持ってるから、こうだよ、ああだよって決めつけるんじゃなくって、なんかその人の可能性を引き出す鑑定なの。それはすごいんだよね。さっきまで怒ってたのにめっちゃ褒めてる。俺に怒ってたの？ わかってないんですけど、だからやっぱり知るって大事だよなと思うわけですよ。じゃあ、もう言っていいですか？なんか、宿命鑑定できますって人たちってね、まあまあ、なんか、いてると思うんですよ。まあ、これは別にいろんな学問でね。まあ、もうちょっとクローズの場所だから言うけど、マジそいつはクソだから。言ってもうた。言ってもうた。誰かに聞かれすたいらまマせジん、終わこるこわ。クローズではありません、オープンです。オープンやった。そうだった。も、マジでね、なんだろう、学歴が高い東大生みたいな感じ？あ、まあ、よう知っとるね、そんな難しいこと。うん、すごいよ、すごいよ。で、なんなん？その知識で人の可能性変えられるん？マジで思ってるわけですよ。こんな、今そう、日毒入っていいんだっ今け？日、全然いいよ。ちょめちょめ、そうそうそう。だってさ、思ってるもん。本当に、今日も宿命をね、福士さんから教えてもらってて、勉強してて、やっぱり、どう希望を持たせるかの声かけが本当に超大事で、そこがマジでうまい。で、実際に私も、自画自賛するけど、うまいと思います。知ってる。さすがですよ、マミさんは。いや、アイドル可能性は使えないと、コンサルって名乗んなとか思っちゃうけどね。私たちその時に、答え持ってないから。そうそうそう、答えは本当なくって、やっぱ相手が答えを持ってるわけですよ。でもそれすらも、顕在意識に出てないから、潜在化してるものをやっぱ顕在化に上げていくためのツールとして、例えばね、こういったコンサル技法とかコーチング技法とかあるんだけども、でもそれもやっぱりね、テンプレなんだよね。相手の内面的なものに寄り添わないのに、コーチングとはこうである、コンサルとはこうであるって、そんな型にはめてるから、才能なんか開花しないよね。だってみんな違うんだもん。そうなの。人なんてさ、一応さ、脳の仕組みとか心の動き心理学とか脳科学として、こう、おおよそこういう型だみたいな、あるけど、それに当てはめられる人ばっかりかって言ったらそうじゃないから、人は本当に全然違うし、やっぱりその、同じ人でも、その時とか、その状況、環境によって求めてるものとか、心の動きなんて違うし、当てはめて語れるものじゃないわけよ。ってことはさ、学んでることも大事だけど、いかにそれをアウトプットして使って、相手の心に入り込んで、一緒にその未来叶えようねっていう、ジョインする感じ。相手の人生に、なんかこう、責任を一緒に持つみたいな、そういう覚悟がないとダメだよね、と思う。例えば今日もね、今僕は宿命コンサル養成講座っていうのをやらせてもらってますけど、まあ僕がやってるコンサルの、もう本当にもうこういうふうな意図ですよ。全部お伝えしてるんだけどもさ。まあ今日もマミさん参加してくれたじゃない。どうですか？その場にいない人の宿命読んで、言い当てて、そしてコンサルができてしまって、こんなテクニック、すごない？ いや、そうだよね。今日もだってさ、二人実践したじゃん、実践。で、二人とも、ある知らない人との人間関係を、まあ、福祉さんに相談する。で、私たちもそれを練習して、これコンサルする、宿命を使いながら。
普通のコンサルじゃないんだよね。やっぱりその、通訳した。すいません、興奮してひっくり返っちゃった。何だっけ、何喋ってたっけ今、やばい、忘れた。そうそう、相手の宿命をちゃんと読んで、多分見たこともないお相手だけど、こういう魂を持っているから、こういうふうに関わってもらうといいんじゃないかなとか、こういう可能性がありますよっていうと、みんなさ、なんかすごい心が震えてさ、本当にそうだと思いますみたいな、本当にそういうところあるんで、お相手。ってことは、私の宿命と相手の宿命を理解して、こういうふうにやったらいいんですねっていう感動してさ、泣くんだよね、みんな、本当、泣きそうになるんだよね。それがマジですごいと思った。今日もとある方の弟さんの話をね、みんなでケーススタディで扱ったじゃない。で、あの後、実はその方とも今日電話コンサルの話をしたんだけども、連絡取ってみますって、勇気になりました。すもう長年、ごい。泣きちょそう、っ泣ときそ距離が通っう。てしまって、コミュニケーション取ってなかった弟さんに、でもやっぱり自分の可能性信じてやってみますって決め、もう、すっごい嬉しかった。私もコンサルのね、講座中泣きそうになったもん。本当に。すごいよね。そう、チータも一緒にいたからね、チータもね、さっきからね、招待してるんだけど、断られてんだよね。あ、そう、ちょっと断ってんだ。来いや。こういや、エンパワー、そうだよね。すごくない？そう。チータもさ、チータって千春ちゃんね、ここにいる。チータもさ、鑑定。来た。あ、来た、来た、来 来た、偉た。お風呂上がりでどうしようって思ったけど、来たよ。すごいい。偉い。ね。どうだった？今日のチータのさ、宿命コンサル。チータも読めるようになって、宿命を使ってさ、私たち多分コンサルが割とできるタイプだけど、宿命が読めるようになったらさ、今日のコンサル、マジすごかったね、ちーたん、自分で。そうそう、すごい、なんかよりね、なんかこう、説得力が増すなっていうのはすごい感じた。で、可能性を扱えるんだなっていうのを、宿命が読めるようになったから、より感じるようになった。ねえ。お風呂上がりなの、ごめんね。無茶ぶりにも得来したてく気れる、分ちだーね。たも女子の湯上がり姿が見れるっていうお得なライブに。もうここでさ、何の打ち合わせもなくさ、呼んで来てくれるちーたんが本当さすがだよね。ね。ちょっと入りたくなるよね。あ、ちょっと やりさ、たからさ。エミザさ、コミュニティスレッドと、あり方があるスレッドにさ、ちーたんも来たよってちょっと。やだやだ、恥ずかしい。みんなにライブを誘ってみて、みんな。でもあれリアルタイムでするのがやっぱりこう緊張感と相手の反応とか、やっぱリアルタイムだもんね。めっちゃ緊張した。私久しぶりにめっちゃ緊張した。緊張するよね。そうで、ヒアリングだけだったらさ、すごい日々やってることだけど、そこに見知らぬ方のその宿命を使って、どう寄り添うっていうのが、キラキラさせよう。キラキラさせちゃって どれなんだろで、しかも、う。でかっこいい。さ、福地さん、いいね、いいね。かわいい。かわいい、かわいい。いい。福地さんの、そのコンサルの、なんていうの、マインドセットっていうか、私たちに教えてくれるじゃん。で、本当に押し付けないじゃん、その知識があるからなんだ。知識はめちゃくちゃとことん教えてくれるけど、わかる？そのコンサルタントとしての本当にあり方をさ、めちゃくちゃ叩き込まれるじゃん。いや、です。めっちゃ認めてくれるしね。どんなこと言っても。なんめっでちみゃん嬉なね、しい。ほんとすごいんだもん、マジで。本当に？ありがとう。しかも、ありがとう。もうね、特に今日のテーマすごく良かったのが、やっぱり、身内だったり、家族系の課題って、すごく人生の課題、もう本当にね、表出してるわけですよ。例えば、パートナーシップもそうだし、ね、親、兄弟、子供との関係性って、同じような課題を実社会でも絶対作ってるから、ただ、でも一番難しいのもやっぱり家族だったりするわけよ。短すぎてね。だから一番ハードルが高いの。でも、そのハードル一番高いところを解決したら、社会でやることなんかもう屁みたいなもんだからさ。確かに。
ね、そこで声をかける勇気に比べたら、例えばね、みんな集客大変とか言っても、集客がマジで変みたいなもんだからさ。ね、家族のやっぱそういった苦手克服っていう一番ハードル高いことを超えることによって、別の課題が解決できる。で、俺は、ね、今日その後の方に、お電話させたときに、そうですね。余計そのためにやりますっていうふうにね、言ってくれたの。やっぱり家族のこのね、関係改善、人間関係の改善っていうのは人生の超絶テーマなんで、うん。その時にね、宿命とか扱っていけると、どうしても近すぎるから、表面的なものを逆に目、なんか目についてしまったりして、本当は知ってる内面的なところが、見えてるくせに見えなくなってしまったりするんだけども、改めてこう、客観視が入ることによって、あ、そうそう、うちの夫ってこうでした、だったりとか、うちの子こういうとこもあるんです。そうそう。で、気づきを与えたら、本人たちは持ってるデータだから、表出するんだよね。今日の方も、そうなんです。本当は内面的にすごく愛が優しいんです。だけど、表面的には、ね、やっぱり近しかったり、何かトラブルがあってしまうと、表面的なことに出ちゃうんだけれども、でも、知ってる一番寄り添いたいポイントは、内側だから。ね、でも、僕らその方を知らないんだけども、仕組みを見ることによって見えちゃうから、そこに言葉を与えたときに、こう背中をポッと。でもやらせよ、絶対して。本人がやりたいことを尊重させるっていうことがコンサルタントじゃ絶対なんで、正しさを押し付けることでも何でもないし、別にやりたくなかったら別に家族だろうが仲良くしなくていいし、さあどうしますか、選んでいいですよ、みたいな形でね、お話をして、まあでもその方は選んでくれたのがめっちゃ嬉しかった。うん、すごいです。結局それでその、見たこともない相手なんだけど、その宿命を扱って、で、可能性をこちらがお伝えしたらやってみようと思わせるのは本当にすごくて、で、チータンもさ、ある方のその息子さんとの関係性も、息子くんとの仕組みを見て、その悩みを仕組み上こうで、で、こうしてあげていいんじゃないかっていう、チータンからのアドバイスっていうか、コンサルと、福地さんがさらにプラスでやったので、もう最後本当に泣いてたじゃん。誰にも言えなかったっていうか、誰にも認めてもらえなかったこの感情が、なんかやっと、的確なことを言ってもらえたみたいな心の震えがあったじゃん。ね、超グッときたよね、あれが。何その顔、クレヨンしんちゃん。ちーちゃんが超クレヨンしんちゃんみたいな顔してんだけど。そう、なんかその後のよく覚えてなかったからさ、あ、そうだったんだって。あ、ちーちゃん読むのが必死だったから？そう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 。そう、だからあの方は、すごいもう、ううってなってたよ。うん、よかった。そう。で、実際、そっち、私もチータンなんで呼び寄せたかというと、うん、私はね、本当にいろんな脳科学とか、うん、潜在意識とか、自分のマインドコントロール、心のこととか、いろいろ学んで、なんか結構自分はビジネスのことも、夫婦関係も他の人間関係も、なんかもう悩みないわーみたいな感じになってたわけ。うん、もう人生イージーモードだーみたいな感じになったんだけど、それが福士さんと出会う前ね、宿命を受ける前、それで、で、起業してからもちょっとまあ軌道に乗り始めて、うん、でも、うん、お母さんとの関係が本当にうまくいかなくて、うん、私はでも自分が変われば相手が変わるっていうのを分かってたから、うん、お母さんにいろんなアプローチをして、こっちから寄り添ってみたいなことしたけど、うん、何をどうやってもダメだったの。で、なんでこれだけはこんなにうまくいかないんだろうと思った時に、宿命鑑定を受けて、宿命を知って、もう本当に雷に打たれたみたいな感じで、うん、その角度でその考えはしたことなかったっていう、どれだけいろんなことを学んだ私でも、それにはたどり着けなかったの。うん、ね、福士さん。うん。だからやっぱ、私もめっちゃ、論理じゃたどり着けないわけですよ。そうなの。だって宿命なんだもん。魂がそう、魂の癖だからさ、こっちがどうアプローチするとかの問題じゃなくてっていう。チータンはそこで宿命鑑定初めて受けたときに、なんかどういう衝撃を受けたのかなっていうのを知りたかったっけ、うん、あんまりゆっくり話したことないよねと思って。ああ、うん、そうだね。なんだろうな、衝撃。でもなんか、最初、福士さんの受けたときは、なんかすごいワクワク、自分の可能性をすごい認めてもらったなっていうのが、一番第一印象。第一印象って言ってなんか第一印象だったけど、あれって何回も見直せるじゃん。うん、だから何回も見直すことによって、その時々で受け取るものが違うっていうのもすごい発見だったし、なんか落ち込んだ時にね、自分に自信がなくなった時とかに見ると、めちゃくちゃ勇気もらえる。
っていうのがあったりとか、まあ、最初以外にもなんかこう電話コンサルの中とかでいろいろ聞いていく中で、なんだろうな、私はやっぱ子供たちの宿命、今日もそうだったんだけど、子供のやっぱそんなに私執着はしてないんだけど、やっぱり気になるところっていうのが、心配なところが、宿命を見ることで、うん、その子が持っているものっていうのが分かると、ね、あ、それがその子らしさなんだ、この子そのものなんだっていうのを気づけたら、なんか、何、ほっとする、ほっとしたし、ね、うん、いい意味で諦めがつくというか、うんうんうん、私いつも言ってるのが、諦めるって明らかに認めるだから、うんうん、そうやって認めることができるようになったっていうのは、うん、なんかこう4人いるけど、それぞれをこういいところをこう認め、いいところも気になってたところも認められるようになったっていうのは、すごくよりこう子育てが楽しくなった、うん、楽になったっていうのはめっちゃ大きい。うん、うん、本当にめっちゃいい。そうだね、なんか楽になるのが見ててわかる。うん、いいねが出たね。なんか福士さん のなんかその宿命鑑定は、うん、私本当にいろんな人にマジで受けた方がいいよって言ってて、で受けた人はみんな本当にめっちゃ泣いたとか、ね、私の紹介でも福士さん何、80人ぐらい多分鑑定してくれてると思ってる、うん、すごいすごいみんな本当に感動してくれるよね。うんうんうん、どうですか福士さん。初対面の人なんだけどね、なんでそんなにわかるんですかってやっぱ言ってもらえるし、だからやっぱりそれまで分かってもらえないっていう体験の方がきっとね、みんな多いと思うんですよ。だってみんなやっぱり人は表面的なことばっかり見ちゃうから。うんうんうん、でもこの宿命、ただ単にね、学問的なことを知ってるだけじゃなくて、僕はもうやっぱりね、まあ、正式なセッションとかでも何百人してるけども、宿命だけ見ると多分何千人もの宿命を見てるから、やっぱりなんかそういったただ単の知識だけじゃなくて、実際にそういった宿命を持ってる人の心の体験だったりっていう話をいっぱい聞いてるわけですよね。なるほど。やっぱこれはね、そんじょそこらのね、まあ、占い師の皆さんとは次元が違うんですよ、残念ながら。いや、本当に違う。マジで、もう本当忖度なしでマジでない。だから、うん、私が勧めてるんだからみんな受けるわとか思ってるわけ。怒った。怒り始めた。死のごと言わずに、とっとと受けるこの値段で安い、この値段で受けれるのに、すっごい質なんだからさ、そんなないから他に、みたいな感じでね、思うわけですよ。うん、だって、福士さんの宿命鑑定は、その、自分が持ってるもの、その、自分、そうでしょ？え、占い好きの意味でも断言するよね。そうなの、そうなの。だから、どれだけのお宝を、あなたは宝箱に持ってますよって自分で見えてないんだけど、それを福さんが見てくれて、それをどういうふうに使ったらいいよっていうことを教えてくれるわけ。だから、なんか私たちがやりたいこととか、今、なんか挑戦してることに対して、それ向いてないからやめた方がいいんじゃないですかみたいなこと言ってくる占い師いるじゃん。だからそうじゃないの。それやりたいんだったら、このアイテム使ったらいいんじゃないですかっていう、うん、もう絶対否定がない世界。自分が本当に叶えたいところに対して、じゃあ、こういう可能性があるよ、こういう可能性があるよって提示してくれるから、もう、めちゃくちゃ認められた気持ちになるし、うんうんうん、ね、で、多分そちーたんがそれがね、元気ない時見たら勇気もらえるっていうのはそうだと思うし、うん、あと、私がそのお母さんとのね、鑑定でめちゃくちゃ感動したのが、まみさん、これは大変だったねって言ってくれたの。ああ、この宿命を持ってるんだね、お母さん。それは大変だったねって、初めて分かってくれたっていう、本当大変だったんだよね、みたいな。もう、今思い出したら泣きそう。ねえ、福士さん。なんで分かってくれるんですかみたいな感じで。やっぱりね、親との関係性って分からないじゃん。うん、ね、表面的なものじゃなくて、本当に近くの距離でいたからこその苦痛。でも外から見たら、いいじゃんって言われちゃう。いや、そうじゃないんだよ、みたいな。本当に、ね、理屈を超えた葛藤とか苦しみってたくさんみんな存在してるから。そうなの。そうなの。だからもう、その、いや、本当はなんで見てたんですか？見てる人でさえわかんないのに、うん、ね、大変だったねって。で、お父さんがまた入ってくると、お父さんと私すっごい相性良くて仲いいんだけど、うん、お母さんの座の下にお父さんが入ると、
そっち側についちゃうんだよ、お父さんが、お母さん側に。っていう3人の、なんか3人の、で、そうなると、え、じゃあさっきまで味方だったのになんかひっくり返ったみたいなことが起こるわけよ、と。で、その寂しさとか苦しさもあるじゃん。だからそれを宿命だけで、ああ、これ大変だったねって言われたらさ、もう、すごいよね。それはもう、どんな講座を受けても、太刀打ちできないわって、その宿命を読んでもらって、で、私は帝王じゃない宿命で、お母さんは帝王で、私の方がでも知性があって頭がいいし、やっぱ口が立つから、その帝王の愛を、なんていうの、口で言いまかしちゃうというか、正論でひっくり返しちゃうっていう。だから、お母さんからしたら、与えてるのに、こいつは、口答えして受け取らないみたいな感じになっちゃうわけだよね。それ腹立つでしょ。すごい。そうなの。喋りすぎちゃったからちょっと私の喉乾いた。やっぱこの王様の宿命持ってる人ってやっぱりね、たまにいるんですよ。そうするとそれが親だろうが自分の子供だろうが、やっぱりもう魂が王としての器を持ってるから、じゃあ王様って基本的にトップオブトップなわけでね、うん。そうすると、どんな座位用が命令されたくないし、やっぱり自分が上でいたいという無意識のマウンティングを取るという癖が出やすいわけですよね。うん、でも本人もそんなことを自覚していないから無意識でやっていること。お互いやっぱりだからね、無意識なんだよね。だから意識してやってるんじゃないからこそ、そんなつもりないしってお互いのつもり同士がね、やっぱりコミュニケーション熱を起こしてしまうから、うん、これを知らないと、自分の子だからっていう、親のバイアスをかかると、どっちも苦しいんだよね、結局。そう。なんか私はお母さんだから分かってくれるでしょとか、親なんだからとか、思う。自分が子供に対してさ、親だからこういうことはやりすぎないであげたいとか、子供が言ってくることに対して、まんま受け取ってあげたいとか、思うんだけど、お母さんはやっぱりその宿命上、やっぱそれが、できないって言ったらだけど、やっぱり与えたい気持ちが強いから、うん、私の宿命と全然、私はやっぱりさ、父と母とも公僕を持ってるからさ、うん、ドーンって構えて、何かこう、どんどん与えるっていうよりはさ、こう、見守る、うん、守るみたいな感じじゃん。うんうんうん。なんで、なんか言いなかった。今日も頑張ろうみたいな、今日も今日とて。今日も今日とて宿命鑑定みたいな感じだよね、ほんと。何でも拾ってくるから、ね、大好き。そうなんですよ。え、お母さんの宿命何だったっけ、ちょっともう覚えてないけど。ね、そんな感じでしたよね、福士さん。私が、とにかく、やっぱちゃんとお母さんに座を渡して、受け取らないといけないけど、それいらなくないとか、それ無駄じゃんとか言っちゃうからさ、私が。今すっごい大事なことを言っていて、やっぱりね、宿命鑑定で終わっちゃう人って、そっから先のあり方のアドバイスができないんですよ。俺がやっぱり、まあ、本当に自分で言っちゃうけども、なんで他のね、占い師さんと違うかって言った時に、この、まあ、宿命が読めるプラス、帝王学ってこれ別の学問なんだよね。じゃあその人の宿命を見た上で、じゃあどうあるのかっていうところのセットができるから、だからね、ステージが変わるわけです。相手を知って、で、どうするんって。みんなね、答えが分かんないんですよ。だって、経験、体験持ってないから。で、さらに僕が言うならば、自分自身の強みで言うと、僕はずっと長年水商売やってきていて、15年夜の商売ずっとやってるわけですよ。自分の経営者としてね。で、その時に僕がやってきたことって、ずっと、もう人のプロデュース業なんだよね。で、水商売って誤解されること結構たくさんあるんだけど、俺は本当に素晴らしいなと思っているのは、物の価値を超えて人の価値を輝かせるってずっとお仕事なんですよね。一杯1000円のお酒でも、例えば、確かに。もう一回って物の価値を超えて。物の価値を超えて人の価値で商売する商売なので、例えば、ね、チータンとね、お酒飲むときに、じゃあ、一杯1000円のお酒もチータンと飲むならば、もう3枚でも5枚でもいいよ。結局存在の価値なんだよね。結局、その人の魅力って何か特殊能力ができるとか、コンテンツがあるとかっていうんじゃなくって、存在の魅力ってもう隠しきれなくてダダ漏れちゃうものなわけですよ。
本当そう。その磨き方ってわからないんだよね。わかりますか？っていう話、みんな多分わからないっていうと思うの。でも、ね、みんなは、お二人は道場にいてくれてるから、ね、こういったものを言語化できることによって、そうか、あり方ってこうやって磨いていくんだな。さらに、自分の宿命に合わせて、そうか、ここを私は伸ばせばいいんだ、ここを甘えればいいんだってことがまた、一人それぞれ違うから、ね、そこまた、手枠をかけていただけるからこそ、自分の強みで勝負できるとことを、ね、人の力借りて人に手柄渡しをすることによって一緒に伸びていくということができるだったりとか、こういったことができるから、まあ俺だってもう今一緒に仕事もできるパートナーになってるわけじゃない？これやっぱり内面で、今日もほら、聞いたから、私研究生を持ってるから一緒にチームやってるんですねって言ってくれたじゃない？まあ、ある意味そこの側面も持ってるけども、ね。でもそれ以上に、どんな宿命持ってようが、まあ、究極し、ね、チータンとの信頼で、もう、チータン大好き、一緒に仕事したいなって、まずは惚れさせられちゃったから。だから、もう、本当今言ってしまう話だけど、本当にチータンと最初に宿命感じた時から一緒に仕事しようって俺確か言ったんだよね。すごい、そうそう、すごかった。すごいよね。いきなりプロポーズしてるんだよね。仕事してる人たちがさ、それで福地さんが宿命見て決めてる、カオルもそうでしょ？すごくない？それが超すごいと思って、やっぱ宿命、いやすごい福士さんの宿命の扱い方が本当にすごくて、うん、あの本当にねその辺の占い師とマジで違うのがあの占いってさなんか私も全然信用しなかったんだけどあのそれってなんか聞きようによっては誰でも当てはまるくないですかみたいなわかる合ってんだけどこういうとこあるでしょでそんなの別に誰でも悪くないみたいなことをこう当たり障りなく言われてるの感じするんだけど本当に福士さんのはその表現がマジでドンピシャなのみたいな、なるよね、チータさんね。なんか言おうとしたけど忘れた。え、思い出して。ちょっと面白いこと言って。でもその、さっき、あの、魅力、あり方は溢れ出してる、出てるって、隠せないっていうのが、うん、まあ、今月の講義でもその話してるときに、なんかこう、私たちその、帝王学を学んで、一年、私も、まみちゃんもね、一年以上なってるけど、うん、なんかね、もうわかるというか、雰囲気とか、顔とかで感じ取れるようになっちゃってきてる。なるよね。その人が苦しそうとか、苦しそうに生きてるんだなとか、その人らしさとか、宿命を生かしきれてないみたいなところが、もうなんか、にじみ出てるのが逆にわかる。その人らしさが出てる人もわかるし、逆に苦しんでる人も、分かってきちゃったっていうのがあるからすごいなってその帝王学かける宿命感ってすごいって思ってる。本当にすごいよね。うんうんうん。でやっぱりあの宿命鑑定団さ前もやったことあるじゃん。このお子様の宿命を知ってっていうマジでそうだよ。本当マジでなのよ。私ちーたん結構もうみんなのあり方で見抜いちゃうもんねその、うん、その時に、うん、パッと見て感じるというか、うんそうなの。で、ね、福士さんがその前無料でやった宿命鑑定団のやつで100名ぐらいの方が来てくれて、うんうん、その中でうちの子こういうこの誕生日なんですけど、うんうん、こういう悩みがあってっていうのでそのお母さんの在り方見てでお子さんの宿命を見てお母さんの宿命も見て多分お母さんのその在り方は子供にとってこういう影響を与えてるよみたいな、うんうんうん、だからこういうふうな今かお母さんが感じちゃってるんじゃないのっていうそれがもうお母さんがみたいな。なんでわかるんですかみたいな感じで。本当ね、でもね、これ当てずっぽじゃなくて、やっぱ宿命の凄さと、福地さんのその見抜き力っていう、その、うんうん、第6巻まで使って、その人のあり方を見抜いて、こういうふうにお子さんに関わってるところあるんじゃないですか、うん、っていうところに、しかもそれを否定じゃなくて、うんうんうん、お母さんだからそうなるよねって。愛してるんだもん、そういう関わりあって当然だよね。でもこのお子さんにとってはさっていう感じのアプローチが、もう見ててめっちゃ感動するわけ。うん、で、自分の、自分ごとに置き換えて、仕組みがどうであろうと、でも確かにそうだよね。親としてのあり方って、って考えさせられる、その、見てる側も、なんかこう、衝撃が走る、気づきと発見が止まらない鑑定なんだよねって、思ってます。うん、すごい。自分の今のティーアップに気持ちよくなるぐらいちょっと達成感があるわけですね。ありがとうございます。はい。でも本当なんかね、
よくある話なんだけど、自分の子だからとか、兄弟だからって、超絶勘違いで、マジでそれやってると苦しいんで、うん、もう別の生き物だから。いやもう自分のお母さんにね、福祉さんの宿命感って紹介したいもんね、マジで。苦しいと思うよ。やるよ。だって。クロージングしようかな。お母さん。いやでもその子供は何自分の子じゃないって。でも、うん、あのやっぱお母さんは生まれて、おぎゃって生まれてからずっとお世話してるから、そういうふうに感じちゃうのもすごくわかる。けどやっぱり一人の人間として対等に接するっていうのがやっぱ子供のためでもあるし自分のためでもあるなってすごい今私は感じてて、そうそう、なんかね、子供私すごい子供をあんまりその執着しないというか干渉もしてないし逆に言うと放置しすぎなんだけど、でもなんかその子自身の可能性を信じてるし別に無視してるとかじゃないしっていうのが、まあ、私4人産むことによってそれができるようになってっていうのがすごいありがたかったなっていうふうに思うし、なんかものすごいなんか子供のためにやらなきゃって思ってるお母さん多いから、なんかもっとその子の持ってるものをもこの宿命で見れたら、あ、そんなに関わらなくてもいいんだとか、この子は私と違うもの、素晴らしいものを持ってるからそこを輝かせていこうっていうような見方になるかなって思います。これあれやん、福士さんがいつも言ってるやつやな。アイホット？あ、それね。言葉出んかったね、今な。まあこれね、あんまり言わないんですけど、今日なんか、まあまあ毒づいちゃった気持ちなんで言うんですけど、そもそもね、宿命って全部自分で選んで生まれてきてるんですよ。うん、今世何をするの使命なのだったり、どんな才能思想を持つために何月何日生まれるっていうのは全部決まってるわけですよ。だからそれを望んで生まれてきてるわけね、うん、だからこれ究極どこを見てもらいたいか、うん、お前の望み通りの日に産んでやったやろ、もう十分やろってことなんですよ。お母さんは子供の生年月日で産んであげたことでもう超絶貢献したわけよ。あなたのオファー叶えてるわけですよ。しい宿命と使命宿ったやろ。じゃ、いってらっしゃい。これも、あ、まあ、言い過ぎだけど、本当にもそういうことなんですよ。いやー、ちょっと待って、今ね、すごい繋がったんだけど、私、それでお母さんの宿命見てもらって、で、あの、何が解決したかって、お母さんとめちゃくちゃ仲良くなったんじゃなくて、お母さんとの距離感が分かったっていうか、お母さんだからもっと愛してよとか、お母さんだからもっと分かってるじゃなくて、お母さんね、結構口癖で、もうお母さん子育て終わったんだから甘えないでみたいな感じのことを言うのね。うん、そう。で、それで、なんでみたいな。子供なんだから一生甘えさせてよみたいな。ね、あの、子供って親子の関係は一生じゃんみたいな感じで、私もこう甘えようとしたりするわけ。でも、私はなんか本当にお母さんの仕組みを知って、帝王として、本当に私を自立させたかったって、心から思ってるだろうし、うん、で、見て私を。今の私さ、めっちゃ幸せなわけじゃん。ね、何一つ欠けてるとこはないわけじゃん。で、お母さんに対して不平不満を思ってたけど、ちょっと待ってって、お母さんのあの育て方してくれたからこの私なんだよねっていう、これ自分を承認できたときに、めっちゃ感謝できたの。で、お母さん超すごいって本当に思って、うん、で、うんうん、福士さんとかにもたまにさ、なんかマミさんってさ、そういうの当たり前にすってできるじゃん、すごいねって誰に教えてもらったの、いつからそうだったのみたいな感じで聞かれるんだけど、うんうん、え、お母さんがいつもしてたからって感じなのね。本当になんか、なんていうの、自分で言うのもあれなんだけど、心地よい先回りができるっていう感じなんですよ。なんか、わかる？先、あの、うざい先回りもあるじゃん。先回りなんだけど、相手を、なんていうの、相手の手柄を奪いすぎないみたいな。だからギリギリのところ、なんていうの、こういうのなんて言ったの、ギリギリのところまでやって、最後の、あ、手柄私やな。手柄、こうやって、ワニだね、ワニ。ワニのやつ。ワニ、ワニ、あなたワニの、そうそうそう。私がここまで準備したんだけど、最後の、あの、一振りあなたにお願いしますっていうところまで準備、チーターも絶対そうじゃん、そういうタイプじゃん。うん、うん。それは、
私お母さんに超教えてもらったわけだよね。そう思ったら、うん、今まで思ってたお母さんに対しての不平不満がめっちゃ感謝やんっていうか、お母さんすごい、だってこの私を育てたんだもんみたいな気持ちになって、超大好きで超感謝に変わったの。すごい、うん、よね。だからといってベタベタ一緒にいることが親子としての正しさでもないし、まあ、近づきすぎたらトゲトゲしちゃうんだったら一定の距離を取って、あのお互い愛し合ってたら別にそれでいいじゃんっていう、そうなった時にめちゃくちゃいろんな、なんか鎧が剥がれたりとか、なんかこう気になってたものが、ブロックがブロブロって、うん、最後のなんか一番分厚いブロック、何を学んでも壊せなかったブロックが宿命鑑定にボーンって崩れて、うん、でブリブリって剥がれて何でもできる自分になったの。すごい。だから突き抜けたのね、本当に成果も得たし。すごくない？宿命鑑定。だから私本当に進めてるの、本当に受けた方がいいよってでもその親との関係ってすごい大事って言われてるけど、そこをどう解消していいかみんな多分わからないと思うんだよね。なんかいろんなあれこれ試すんだけど、その宿命分かってたら、その何いい距離感が取るのがベストだったとか、なんかそういう今までにない視点をねもらえるから、すごいね宿命感って。すごいなよ。今日はすごい俺が気持ちよくさせてもらうライブやな。あ、そうです。あの守護的の中島シスターズが過去最強にティーアップしていただいて今日よく眠れそうねえちーちゃん。いや本当にすごいっていつも思ってるから、ありがとう、嬉しい、大好き、うん、大好き仲いいやろ私たちってこれも宿命上ね、相性がいいですよね、うん、そうなんですよ。この3人が揃うとね、もう超絶守護的女子と男子になれるっていうね、このトライアングルができるわけですよ。面白いよね。タルとネズミとタツが、ね、ちょっと専門用語でごめんね。あの宿命の中にはね、みんなそれぞれ干支を持ってるの、3つの干支をね、うん、宿命で読めるけど、それ焼きない気持ち。焼き持ち。あー、テオドジョイで、あ、まあ、ありがたがるでも十分、あの、あれだけどね、犬好きはね、宿命知ってるもんね、うん、自分の。けど、そうなの、猿とタツとネズミが仲良しなんだよね。うん。うん、仕事うまくいっちゃうね。な、何？そら仕事うまくいっちゃいますよ。どれっちゃいますよね。うん。はい、こういうのも、やっぱり、まあ、あの、もう本当カンニングみたいなことなんだけど、うんうんうん、でも、絶対にチームを組んじゃいけないメンバーもいるわけですよ。うん、別にダメじゃないけど、まあまあなんか、なんでいつもこんなトラブルばっか、なんかうまくいかないねっていうのが起きたりとか、逆に、のんこのんこうまくいっちゃうよね、みたいなのってあるわけですよ。うんうんうん、カンニングしてよくないって俺は思ってるんだよね。いい。そうあるんだもんだって、うん、ねえ。あるの、例えば子供の宿命もそうで、あ、これ私じゃないな、あの、お父さんの方がいいんだなっていうのがあるんですよ。うん。うんうん、もういいけど、そこだったらもう、じゃどうぞって、仲良いものどうぞやってくださいでよくて、あとは、間に誰かを入れておくと気が流れるよとか、あるんですよね。うんうんうん、うん。これも知ってるからね、マジ楽なんですよ。知りたいって犬好き、ありがとう。犬好きはね、べちょべちょした牛をね、うん、持ってるからね。あり方ガールのさ、継続チームがさ、みんな牛持ってて笑った、ほんと。すごい。すごくない ?6 人中5人が牛持ってた。あのべちょべちょ、私の周りにあのまとわりついてくれて、でも、かわいいなみたいな感じで。すごい。ね、面白いよね、うん、だから私とちーたんさ、本当にもうすごいすごいすごいって言ってるわけじゃん、うん、しかもさ、あのやっぱりあり方をすごい、やっぱ福士さんはその宿命を絡ませてさ、帝王学とあのすごいあのミックスして教えてくれるじゃん。そのことによって本当に私たちは魂レベルで何をやりたいのっていう、うん、自分の声が聞けるようになってからめっちゃ成長したし、めっちゃめっちゃ世界が変わったと思わない？うん、いやね、本当にしかもね、ベストタイミングで選べるようになったっていうのがあって、それはベストなタイミングで選べてるっていうのが
あると思うの。自分の宿命に従って生きてるからっていうのが、すごいなんか、あの時こうしててよかったねっていうことがあるよね、まみちゃんね。ちょっと大きな声で言えないんですけど。本当よかったよねって、あの時これを選択した私たち、偉いよねみたいな、褒めてあげたよねって思うことがあるから、やっぱり自分の宿命、魂の声聞いて生きていくっていうのがどれだけ大事なのかっていうのをこう体感してるから、それを、まあ、あの宿命鑑定で、まあ、まず自分の魂を知ってもらって、あり方をと手を学で整えてもらってってすると、もう全部うまくいくって当たり前だよねっていうのが分かった。当たり前、はい、本当に、うん、はい、うん、私と千春ちゃんを見てくださいよ、それが証拠ですよって感じでね、福士さん、うん、じゃあ最後好きにだから、ね、食べて終わってください。まあ、今回ね、またちょっと冒頭で言っちゃいましたけども、お子様の宿命鑑定団ということをね、またやらせていただくんですけども、まあ、ぶっちゃけもうね、無料でのやめようって話だったんですよ、前後も問い合わせ すごくて。だけどね、やっぱり、なんかやっぱり日々、いろんな方々のお悩み相談をね、聞かせてもらうと、やっぱりみんなね、家族関係の悩みが圧倒的に多いんですよ。うん。な、うん、ら、やっぱ力になりたいなって思わされちゃったんですよね。うん。だって本当にそれを知ってるだけで、今のね、まみさんの話もそう、チータの話もそうなんだけども、人生がこんだけ生きやすくなったわけですよ。うんうんうん、ね、知ると知らないでは、これだけ人生の景色、物の見方が変わってしまうのであるならば、まあ、その、ちょっときっかけになるようなね、ことを、よりたくさんの方々にね、お伝えできる場ということで、やっぱり、道場としても、まあ、そういったことをね、特に、お母さんを応援したいなって、今、めちゃくちゃ思ってるんですね。僕は長年この今、道場をやってきて、改めて、お母さんが輝く世界って、本当に美しいし、お母さんってやっぱり閉鎖的な世界にいるから、こういった外からの情報だったり、客観視が、できない。しょうがない。うん。だって、それだけもう日々暴殺されちゃうし、大変だもん。だけど、この世界で最もお母さんが尊い存在だからこそ、お母さんが自分のね、人生をパワフルに生きる。それこそが最高の教育だって、さっきも言ったけど、もう、産んであげただけで十分ですから、この時代産ませてあげたんだから、もう、OK。あとはね、本当に何していただいても大丈夫なんですよ。っていう勇気をお渡ししたい。ね、泣きゃべきで、生きてきて自分の価値観を下げて、ね、本当はもっともっとパワフルに生きていくはずなのに、そうじゃない人生を選んでしまっている皆さんのお力になりたいなとめちゃくちゃ強く思っておりまして、それをですね、今回は素敵な仲間の3人たちと 3days ということで開催をさせていただきたいと思います。早速明日はね、第1夜ということで、内田彩ちゃんという方とね、一緒にコラボをさせていただきまして、第1弾の親子宿命、お子様の宿命鑑定団、そして第2夜は10月20日の夜ですよね。ね、今、一緒にいるチータンとやらせていただき、で、第3夜は11月16日、板谷恵子さんと、ね、第3弾ということでやらせていただきます。各回やっぱりファシリテーターが違います。ね、主役、ね、内田彩ちゃんの回、そして、千春さんの回、板谷恵子さん、それぞれの観点で見るね、世界観ということです。ぜひご期待していただければと思います。本当にびっくりするぐらい、楽しいです。自分で言っちゃうけど、うん、はい、次元が違うんで、はい、でございまして、ぜひね、まだ前日でありますけれども、お申し込み当日参加することができますから、ぜひこの機会に宿命ってどうな、どうぞ斜めに見てる方、カモン聞いてください。そんな人にこそ見てもらいたい。ただの占いじゃねえぞと、違えぞと、ね、なまっちゃうぐらい本当に違うことを見せたい。本当にね、なんかそういったものをね、なんか子育ての武器になるようなことをお渡しをさせていただいたと思っておりますので、ぜひね、受け取ってきていただければと思います。はい、僕からは以上です。はい。はい、チータ何かありますか？はい。あれ言ってもいいの？もう。いいよ。あ、いいの？ちょっとね、私とまみちゃんでね、明日？あさってか。あさってから3日間インスタライブをする、しようってなったので、まあ、ここでもね、帝王学と宿命とかから感じている私たちの考えをちょっとブラックな感じでお話しさせてもらおうかなというふうにも思っておりますので、はい、そちらも楽しみにしていただけたらなと思います。はい。普段私たちがね、ニコニコね、愛されキャラでやってますけど、激しくブラックに、
炎上した状態で皆さんの前に登場しようかなと思うのでああマミと千春が言いたいことあるんじゃみたいな感じのねはい、そんな感じの時間になってます。とりあえずまあ明日16日の22時からお子様のね宿命鑑定、はい、本当にもう誰かが鑑定してもらってるの聞きに来るだけでもいいから、うんうんうん、はい、ね、見てください。その辺のね占いの本読んでね、ふんふん納得、そんなんじゃ全然違うから、本当にわけが違うんで、はい、受け止めるってマミと千春のね、はい、炎上ライブ見に来てください。明日の宿命鑑定試合会も来てください。まずじゃあそれぞれのストーリーズに貼っとこうかな、はい、お申し込みも貼ってます。皆さん遅くまでありがとうございました。ありがとうございます。おやすみ。おやすみさーい。